はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はね、自宅から撮影しております。で、今日はね、まあ、ちょっとゆったりしたいなと思いまして、最近ね、うちの娘がやっぱね、ポテト大好きなんですよ。で、今ね、時間はちょうど12時ということで、まあ、お昼時なんでね、家族のお昼ご飯と一緒にジャンクフードを注文させていただきました。いや、僕の動画でもね、1回か2回撮影はしてるんですけれども、バーガーキングさんでね、まあ、とんでもない量プラスアルファでアラカルトもね、結構頼んでありますので、とりあえずね、もう商品到着してるんですよ。で、だいぶね、今部屋いい匂いで充満してますんで、早速ね、ちょっと商品並べていきたいと思います。よっ、おー、なかなか重いぞこれ。よいしょ。今回ね、注文した商品が、ギルティーバタコロサンド。で、ギルティーバターチキンバーガー。よくわかんないんだけど、期間限定出てたんで、まあ、このね、2種は買ったんですよ。トリプルワッパーチーズに、スモーキーバーベキューワッパー、アボカドサラダバーガーに、フレンチフライの L を2個、チキンナゲット5ピースを2個、オニオンリング2個に、ギルティーバタービーフバーガー。これもね、またギルティーなんですけど、これで、計ね、何種だバーガーでも6種類。で、アラカルトでね、3種類ですね。ひとまずこれ並べていきましょう。ということで、本日買った商品すべて並べ終わりました。いや、とんでもない量だね、これ。さすがにね、画面越しで見ても、やばい量なのは伝わる。やっぱりね、ちょっと、手がね、油っぽくなっちゃうんで、こちら使って、やっぱりね、こういうファーストフード撮影するときに、これはね、優秀。ちょっとね、もうお腹空いたんで、早速ね、いただきます。とりあえず、ひとまずバーガー行く前に、これフライドポテト、いただきます。うん。うん。うまっ。うん。うん。正直ね、ちょっとね、撮影の準備のせいで、時間経っちゃってるんで、もう結構冷めてるんですよ。さすがにね、ポテトそのまんまはね、大量に行くときついかもしれない。うん。なので、ちょっとね、これ、用意しましたよ、これ。ケチャップっすね。これにこう。こんな感じで。うまっ。やっぱり調味料をつけると、格段にうまい。うん。うん、まっで、これがね、オニオンリングですよ。うん、うん、正直ハンバーガーのフライ系で一番ね、僕はこのオニオンリングが大好物。うん、そしたらそろそろこれバーガーいっちゃいましょうか。ギルティーバタービーフ、こんな感じ。すごいのよ、中に。チーズも。具だくさんだね、これ。じゃ、ちょっとこれ、いただきます。うまい。確かにギルティーだな。うん。このチェダー系のチーズって、ものすごい罪な味してるじゃないですか。そこにね、バターが加わって、マジで罪。うん。でも、今回ね、この罪にさらに罪を重ねるために、これね、チーズソース、これ用意しましたんで、これをね、ディップしていきましょう。よいしょ。うわ、罪だね、これは。これね、めっちゃ罪っす。ちょっとこれ、いけるかな？うん、これはやばいな。太るね。うん、うわ、でもうまっ。これチーズソース合わせるとやばいな。このね、ギルティー系はチーズソースドボッとつけるとうまみめっちゃ上がるんだけど、体にはね、ものすごく良くない味する。でもね、ちょっと惹かれちゃうな、この味。ナゲットも行ってみようかな。これチーズソースで。うん。うまっ。そもそもこのチーズソースが万能説あるね。
うん、ちょっともう今日はビール早速ね行かせてください。うん、皆さん乾杯と。うめえ。やっぱね、ジャンクなものには炭酸が合うね。ビールうんめ。そしたら続いてこちらのアボカドサラダバーガーいっちゃいましょうか。アボカドサラダバーガーの中身こんな感じ。いただきます。うん、うんうんうん、あ、うまっ。やっぱりこのアボカドのトロッとした食感がよりね、このパティ、お肉の部分が油っぽくなる感覚になるんですよね。でこれがね、やっぱアボカドとお肉めっちゃ合うと思う。うん、うまっ。うん、うん、ほぼ喋らずに食っちゃった。うん、うん、うん、ちょっとこれね、今日マスタードも用意してあるんで、これちょっとポテトマスタードにもドボッと。うん、合う。うん、ちょっと悩みがあって、本当はねケチャップとマスタード混ぜた方がうまいんだろうけど、このディップ方式の時に他のソースが混ざるのめちゃめちゃ嫌なんですよ。だからマスタードつけた後にケチャップとかつけらんない性格なんだよね。これ同じような気持ちの人いますかね。マスタードいってもうすぐね、ケチャップを、うん、うん、やっぱこの二つは合わせた方が一番うまい。そしたらまたね、ギルティーシリーズいっちゃいましょうか。これね、ギルティーバタコロサンドってやつだと思う。ちょっとね、これいただきます。うまっ。グラタンコロッケにチーズ乗ってるし、バター染みてるし、うまくないわけないよね、これ。いや、うん、うん、脳みそに響くようなうまさ、癖になるわ。よっ。うん、食欲がね爆発しすぎてて足んない。うん、そしたら交互にワッパー系で、スモーキーバーベキューワッパーということで、パティがね、スモークっていうかバーベキュー風味っぽくなってるらしいっす。じゃあちょっとこれいただきます。うまっ。うん、お肉もね、香ばしくなってるんだけど、そこにバーベキューソースがかかってて、ね、このね、風味がものすごいマッチしてる。いや、うわ、魔改造すぎる、これ。いただきます。うわー、止まんねー、これ。うん、合う。やっぱりさ、体に優しくないものはうまいよね。うん、
そうだよな。YouTuber は普通こういうのがメインで食べてるからさ、ちょっと羨ましいわ。そしたらこれギルティいっちゃいますか。こちらがギルティバターチキンバーガーってことで、ちょっと多分ね、中に入ってるのがチキンなんですよね。鶏肉とチーズも合うからね、絶対うまいと思う。ちょっといただきます。うん、うまっ。もうね、結構冷めてるのにチキンもね、プリップリしてる。うん、まあ、もちろんね、チキンだからちょっとね、お肉自体は淡白なんですよ。なので余計にね、チーズ感とかバター感がダイレクトに来て、チキンなんだけど不思議とね、一番ね、体に優しくないような味わいがボンって飛んでくんで、ちょっとこれやばいな。ものすごい好みかもしれない。うん、マジでこんな食べ方していいのかな。うん、まあ、こんなに最高なジャンクなものが目の前にあったら上品には食べれない。うん、いや、もうでも、もうバーガーも最後か。もう最後か。悲しい。うん。片方にケチャップつけて、もう片方にマスタードつければ完璧だ。やっぱケチャップとマスタードは一緒がうめ。ちょっと最後のバーガー行く前にアラカルトも全部食べちゃおう。うん。もうこれラストか。ラストはトリプルワッパーチーズでございます。すごいこれ、パティがね3枚も入ってて厚みよ。ちょっといただきます。うん、肉すっげえなこれ。これさ、一応ワッパーチーズなのに、香りの強いチェダー系のチーズ使ってて、お肉のね、香りに、もうかき消されてる、チェダーが。このメニューのパンチすごいな。ちょっとね、これはもうチーズソースつけるしかないでしょ。今ね、ちょっとこれだけチーズソースつけて、やっとお肉とチーズが同時にね、攻めてくる感じになった。肉の量やば。うん。うん。これ、今日用意したチーズソースなんですけど、一応ね、業務用で一袋 300g 入ってたんですよ。業務用ですよ。一袋使っちゃった。絶対体に良くない。そんな時もあるよ。うん、そしたらこれがね、最後の一口でございます。最後かー、終わっちゃうのかー。いただきます。いや、うまかった。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、バーガーキングさんでいろいろとわがまま注文をいたしまして、全部食べ進めたんですけど、いや、久々のね、このジャンク、うまい。うん。いやー、正直ね、正直に言うと、このね、撮影するまでは、まあまあ別に、ジャンクフードは、食べなくてもね、最悪、生きていけるかなみたいなところを思ったんですけど、ダメだ、この味を思い出しちゃうと。いや、罪ですよ、罪。うますぎる。まあ、今回の締めに関しては、まあ、皆さんも食べてくださいというか、まあ、バーガーキングさんはね、食べたこともちろんあるよって方の方が多い気がするんで、まあ、そういうおすすめの仕方はできないけど、普段なかなか他のハンバーガー屋さんに行っちゃうよって方でも、バーガーキングさんね、食べてほしい。やっぱワッパーがうめ。久しぶりのジャンクフードが本当にね、バーガーキングさんで良かったなと思います。いや、今日の撮影
またね、最後まで幸せでございました。改めてごちそうさまでした。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは、じゃあねー。